家畜。家畜とは、人間が利用するために繁殖させ、飼育する動物を指す言葉である。家畜とは、その生産物、土、肉、卵、毛、皮、毛皮、労働力などを人が利用するために順地、飼育している動物を指す。類義語に液獣があり、また鳥類のみを指した場合は、家金と呼ぶ。この用途の動物については、近年では、産業動物、 経済動物という故障が一般化しつつあり、家畜の存在は社会基盤の一つとして認識されている。また、国の法令でも産業動物の使用及び保管に関する基準があり、ここでの産業動物の定義として産業を等の利用に供するため、使用し、または保管している、哺乳類及び鳥類に属する動物を言う、としている。 英語での家畜を意味するは、人間が家庭で利用するために飼育する動物を意味し、家庭用に品種改良をされた動物も含まれ、ペットである犬、猫、ニシキゴイ、金魚などは人間が利用するために品種改良され、元来の野生種には存在していない個体が多いため、家畜に含まれるが、家庭的にした動物という意味なので、決して悪い意味はなく、 ペットや鑑賞用の動物も家畜に含まれる。さらには、家畜として一般には認識されている動物種がペットとして飼育されることもあり、これらから、愛玩動物、いわゆるペットや、鑑賞用の動物を含めるとのする意見もある。そもそも愛玩には、玩具のようなものを刺す意味はない。また飼い主にとって、対人関係と同様の愛情を注ぐペットと、 そうでない家畜の認識の違いは明瞭である。しかし、それは一般の認識とは少なからず乖離が生まれることが多く、それは家畜に対しても同様とする意見もあり、認識の乖離は深刻な問題となることがある。さらに、癌の字には、もてあそぶ、慰み物にするなどネガティブな連想を含み、さらには、ネグレクトや虐待の概念と合わせて、社会問題化することがある。 このようなことを避けるため、定義には法律や語彙を超えたコンセンサスが必要となる。最も厳密に定義すると、家畜とは単なる順地や生産物の利用だけでなく、家畜化の過程で野生種と比較して体型をはじめとする外見が変化し、動物が生み出す生産物や個体そのものの繁殖も含めた全ての生命維持活動を利用することに特化し、 人の管理下に置かれるようになった、哺乳類や鳥類を指す。そして人間が利用する動物の中で、愛玩動物、金魚、赤生イ,インコなどのペットは除かれる。その見知からは、蜂やカイコなど一部の昆虫が定義の中に、含まれている。一例として、家畜伝染病予防法の第二条、家畜伝染病の定義で、伝染性疾病の種類、風じ病、 家畜の種類、三つちが含まれている。またこの見地からは、一部の魚介類、マダイ、カキ、アコヤガイなど、や、爬虫類、スッポン、ヘビ、ワニは、人が、食用や薬用、比較など工業用に利用するために養殖されており、同義の動物ではあるが、これら変音動物や、前日の蜂を家畜と呼ぶことは少なくなる。同様に、 人間の飼育下で繁殖させた動物でなく、鹿やキジ、イノシシなど食用に供するために野生動物を捕獲したならば、保管を目的に一時的に飼育したとしても家畜には含めない。したがって、野生動物を捕獲したものであっても、個体を食肉以外の目的で飼育していれば、愛玩動物、ペットには含まれる可能性はあり、それを繁殖させれば、家畜に含まれる可能性もある。ただ、 日本では、鳥獣保護法に定触する。一例として、インドゾウは、人間の飼育下での繁殖が難しく、飼育されている個体は、野生動物を捕獲したものがほとんどである。しかしながら、長名であり、人間の管理下で繁殖した他の家畜よりも、はるかに長い期間を人間の飼育下で過ごす。これを家畜に含めるかどうかは、異論がある。ただし、 インドウが実用に供されたのは過去の話であり、現在では愛玩動物となっている。最も古い家畜は犬である。狼が家畜化されたという点ではほぼ定説となっているが、その地域と時期については定説が確立していない。羊や豚は紀元前8000年頃の西南アジアで、それぞれムフロンパンイノシシから家畜化されたと言われる。 豚は中国でも独自に家畜化されている。牛は紀元前6000年頃に西南アジア、インド、それにおそらく北アフリカでオーロックスから家畜化されている。馬は紀元前4000年頃のウクライナで、ロバは同時期のエジプトで、水牛も同時期の中国で家畜化されている。ラマやアルパカは紀元前3500年頃のアンデスで、 グアナコやビクーニャから家畜化された。ヒトコブラクダは紀元前2500年頃のアラビアで、フタコブラクダも同時期の中央アジアで家畜化されている。猫に関しては北アフリカでネズミを駆除する目的で飼い始めたと考えられている。大型の動物では、その他にトナカイヤクバンテン、バリ牛がやるが古代に家畜化をされている。現代でも、 イランドやシマウマを家畜化しようという試みはあるが、これら以降に競技の家畜化がなされた大型の動物は存在しないのが実情である。インドゾウは死役目的で古くから使われているが、人間の飼育下での繁殖はほとんど行われず、もっぱら野生の個体を捕獲して調教を行ってきた。大型哺乳類のうち家畜化できたと言われているのは15種程度と言われている。 1950年代半ばから、ロシアの神経細胞学者、デュドミラ・ニコラエブ・ナトルットと、ロシア科学アカデミーの遺伝学者、ドミト・リベリア・エフ・ワキツネを家畜化する、実験、人為選択による、純地化実験を行った。1960年代半ばの4世代目頃になると、人に懐くようなり見た目や行動も変化が出てきた。19世紀に入って家畜は、 監禁を推し進められて、徐々に都市から周辺へと移動させ、人間と家畜の空間を分離させることが進んできた。なお、犬をレストランに連れて行ったり、公共交通機関で移動する、盲導犬がいる、等、家畜と人間が空間を共有することで、彼らの取り扱いについての政治的な熟議のきっかけとなるという指摘ある。考古学的には犬、馬、牛、 猫などの動物は、戦士時代に、ユーラシア大陸で家畜化され、列島に入ってきたと推定されている。その家畜史は、宴海州、中国、朝鮮半島、台湾などと関連があったと推察できる。縄文時代には狩猟犬としての縄文犬が存在し、食用のため、イノシシを噴火して使用することも行われていたと考えられている。弥生時代に、 稲作農耕の導入に伴い、家畜化された豚鶏が大陸から導入され、縄文犬とは別系統の弥生犬も導入される。古墳時代には馬が導入され、古代には牛が登場する。都市という言葉があり、これは屠殺業者も示していた和名類受賞、牛馬をほふり肉を取り高系の餌とするのぎなり。日本初期には一回連という職が記述されており、 古代には、イノシシが飼育されていたという。家畜動物には、野生のものには見られない、ある程度共通した特徴が見られる。このような現象も家畜化と呼ばれる。また、このような現象は、ある程度人間にも共通する。これは、人間が文明を築くうちに、自らもその環境下での生活に適応した結果と考えられ、このことを自己家畜化という。なお、 ミツバチやカイコは昆虫であり、通年上これらを家畜と呼ぶことは少ないが、上記の家畜の定義にかない、この項に示される性質を共有する。その点では家畜であると言える。一般に家畜を使うのは人間だけと考えられているが、アリの仲間には、巣内で昆虫類を飼育し、生産物を取る種類が存在する。例えばクロオアリは二例後期のクロシジミの幼虫を、 育て、アリはその蜜を摂取している。また、東南アジアのアリの一種に、巣内に、ササラダニの一種を育て、餌にするものがある。このササラダニは、自力では産卵できず、アリがそれを補助するという。世界には、牛約14億頭、豚約10億頭、羊約10億頭、鳥190億羽の家畜がいる。それに対し人口は68億人である。 人間二人に対し、家畜一頭と鳥5羽の比率である。現在、地表面積の42%が畜産業、家畜飼育の場所や、家畜の飼料生産に使われており、国連食糧農業機関、FAO は、家畜は、世界最大の土地利用者であると述べている。国連食糧農業機関、FAO は2006年に調査報告書、家畜の長い影、ライブストック、 S エスロングシャドウの中で、畜産業は、最も深刻な環境問題の上位2.3番以内に入ると発表。2050年までに肉、乳、卵需要は倍増すると予測され、家畜の増加に伴う環境破壊は2050年には、今の倍以上に広がると警告している。肉と乳製品生産には、全農地の83%が使用されているにも、かかわらず、 そこから得られるカロリーは18%に過ぎない。肉などの消費削減は地球環境にとって不可欠であると考えられるようになってきている。2018年10月10日、A 科学誌、ネイチャー、ネイチャーに世界は壊滅的な気候変動を回避するために肉の消費量を大幅に削減することが不可欠だとする研究結果が発表された。植物を食べる家畜。 動物性タンパク質を育て、食肉生産する過程で使われる化石燃料、石炭、ガスなどで燃やすと二酸化炭素、窒素酸化物など発生させるは、大豆などの植物性タンパク質の生産過程、使われる化石燃料より8倍多く必要とされる、畜産業から排出される温室効果ガス、二酸化炭素、メタンなどの総量は、車、 飛行機などのあらゆる輸送手段から出される総量を超えている。米国のワールドウォッチ研究所が2009年に発表した論文によると、畜産業からの二酸化炭素排出量は少なくとも年間326億トンで世界の年間排出量の51%に上るとしている。現在地球上の牛の68%、豚の50%、 課金の74%最卵帳の68%は工業的畜産システムで使用されている。工業的畜産とは大量の家畜を密買い、密閉買いし、高度な機械を導入することで家畜使用に関わるコストを抑える畜産方法である。家畜が自由に動き回ることができないことや使用密度の高さからなどから家畜は病気になりやすく、 また病原体が伝染しやすい。そのため家畜には様々な抗菌性物質やワクチンが投与される。そしてその家畜から出た排泄物は海へ流れ込む。また家畜の飼料作物栽培に散布される農薬も海へ流れ込み産後礁を破壊する。また畜産業では大量の抗生物質が消費されており、日本の場合は抗生物質のに 産が家畜に使用されている。それらの薬剤の30から90%はそのまま活性物質として排出される。現代の工場式の畜産はこれらの薬剤を大幅に環境に放出している可能性がある。2017年国際連合食料農業機関 FAO はレポート農業からの水質汚染の中で急速に成長している畜産業が水質に 深刻な影響を及ぼしている報告している。国連環境計画、ユネップは地球温暖化や海洋汚染、乱獲などの影響で2050年頃には海の生態系の変化が顕著になり、世界のほぼすべての海域で漁獲量が減少し、小さい魚しかいなくなると発表した。現在、地球上の漁獲量の1、3が家畜の餌。 フィッシュミールに使われている。家畜の飼料栽培に使われる、考え、人工的に水を土地に供給することの業は、水不足の大きな原因として挙げられる。2006年、国連環境計画、ユネップ国際地球水アセスメント、キーワは、2030年までに17億増える人口を、養う水を確保するためには、天水に頼る、作物栽培を増やすともに、 食肉消費も減らさねばならないと発表した。アンインフルーンシャルスタディー2010によると、1kg の野菜生産に必要な水の量は約322リットルで、果物は962リットル、キログラムであったが、肉生産はそれよりも、はるかに多くの水を必要とする。鶏肉は4325リットル、キログラム。 豚肉は5,988リットルキログラム、羊、ヤギの肉は8,763リットルキログラム、牛は15,415 15リットルキログラムとなっている。アンモニアは酸性雨の一因である。生物の活動で排出されるアンモニアの約65%が家畜から排出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。